てるーん。おはようございます。おはようございます。今どこにいますか？鈴鹿サーキットパーク。そうです、三重県にある鈴鹿サーキットパークに、はい、今回は家族5人で6人だね遊びに来ました。はい、サーキットとかあるんですでここは子供が遊べるアトラクションが結構多くて、うん、プールもあって、うん、温泉もあって、ホテルもサーキットもサーキットが、まあ、メインだけど、うん、そこにパークがあったり温泉とかがあったり、なんかプールもすごい大きそうだったもんね。なので早速、はい、行っていきたいと思います。行こう、行くよ、みんな行くよ、行こう、行こう、こっちまずプール行こう。まずプール暑いからね。うん、いいよ。タイミングが合えばこちらくんが水をかけてくれるらしいです早っ ドン引きしてんじゃん。ルイトルネ来るかな。見て見て、あそこシューするの。怖っ。ルースで寝たね。バイバイ。あ、楽しかった。できた。うん、もう一回やんの。なんか今度は先輩いいよ。滑れんじゃん。あ、この右から登って左から降りるんだって。いや、結構長い滑り台っていうか、ウォータースライダー。早い早いめっちゃ早いじゃん。ルイ来た来た。面白い。どう、顔打った。うん、顔おもろ。OKOK 怖かった。じゃあパパちょっと行くね。めっちゃいいじゃん、楽しそうだね。シューってしたね。沢登りしてからの川下りができる、最高だね。骨が怖いそうですもう一回やって十分。何回やんの、あの二人一生滑るじゃん。うーん、イエーイ。あ、いいね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 。モネがついに歩いた。チューリップ。ママ赤いチューリップあるよ。ママが好きなチューリップをいちいち言う池を。いいね、この浅さだったらモネぐらいのサイズでも安心だね。初めてのさ、こういうプールだからさ。ね。まだ分かってない。遊び方分かってない。あどういう遊びだよ。こっち見て。取った取った。今行ったのがここなんだけど、
隣にすぐおむつ替えられるところとかがあるから便利、めっちゃ便利だね。便利です ね。モネちゃんも全然遊べるスペースです。あちこー、さあ見てこれ、俺とルネが一緒でルイが一人で行きます。ルイ一人で行ける、うん、じゃあ頑張って、バイバイ。やっぱりやりたくない。パパと一緒なら大丈夫でしょう。はい、行ってきます。はい、すごい、ここも浅いからめっちゃ遊べるぞ。遊んでる遊んでる。遊び方。うーん、ま、気持ちいい。いいね。足バタバタしてんだけど、ちゃんと。ここさ、うん、モネのさ遊ぶところもいっぱいあるしさ、うん、確かに。ルイたちの遊ぶところもさいっぱいあるからさ、めっちゃ良くない？今日なんか奇跡のようにさ晴れたね。ねえ、めっちゃ雨だったのに、ね、夜からすごかったの、寝てる時から。あ、もうザーザーだった、うん、ただ朝も普通に降ってたもんね。なのにプール入った瞬間に晴れる、珍しいな俺たち。は、雨男が雨女なのに。ルイかルネかモネのどっちかが晴れ男晴れ女。いや待って、わかんない。だって今までずっと雨だったのにいきなりこれが起きるってことはもしかして。だってさ、前のさ沖縄の時もさ、うん、雨予報だったのに晴れてた。でその時はもう妊娠してたよね。もしかして。もういいよ、乗ったから。ルイ、ルネ、モネ、もう名前いっぱいいてもう分かんないわ。ちょまな、来た来た来た、濡れる濡れる濡れる、気をつけて気をつけて、くるくる避けてる避けてる、めっちゃ避けてる。避け方かわいい。怖かった？ね、ちょっと怖いね、あんな避け方すんだ。全然避けれてなかったよ、もし直撃してたら。カメラ熱くなってきた、冷やします。あいつぶつかってきてんな、なあ、あいつぶつかってきてる、うわ、あいつぶつかってきてんな。どう、お兄ちゃんうざい？ほら、切れてるよ。ルーイーって言ってるよ。うざい？ねえ、うざいね。滝です、滝、滝です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 、まだ滝です、まだ雨です、雨です雨が来ます、雨が来ます。うわ、見てこれやばいんじゃない？カンカン撫でる。さあさあさあ、来ます来ます。いやいやいや、あ、こっち見て、こっち。あっちこう。たらー、ここがオンラインで事前に予約すると使えるスペースになってて、うん、こうやってちょっと区切られてるから、うん、プライベート空間もできてるし、見て。おお。こんな感じ。ねえ、寝ていい？それまさか。来る。見て、金庫。金庫あんの？強っ。ここに、うん、ほらこれ、え、何、充電できる、充電、そうそう、だからなんか扇風機とかさ、ああ、上に扇風機ついてる、ゲームのも、ゲームのめっちゃ良くない？ね、なんかさ、子供いたら絶対ここ使った方がいいよね。ね、これだったらモネが寝ちゃっても夏休みここで行きたい、ここ、確かに。だってさ、待機しながらいつもプール行くときさ、うん、日向で絶対無理だよ、ね。
ルを一通り楽しんだので、うん、次は水着のまま行けるアトラクションのところに行きたいと思います。いや、ルイとルネも、モネも、寝てる。これも食べた。アイス食べる。なので、水着のまま、次アトラクションに向かっております。濡れたまんま行けるって最高だね。しかもプール再入場できるから、なんか暑くなったらまたプール入ればいいね。うーん、おめでとうさーん、スタートゴー。うーすごい運転してるルイとルネが。ほらルイ、どうした、止まってるよ。今ルイたちがこれに乗ってます。で、これはなんか水着のまんま入れて、夏の間だけクールダウンライドタイムって言って、こっから水が出るそうです。まだ多分ルイとルネ知らない。ゴー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 、緑のボタン、やばいやばい、水やばい、あそこ水やばい。ルイ運転してちゃんとめっちゃいいじゃん。なので夏の間はこれが今みたいに霧がバーって出るから、ぜひやってみてください。おかえり、ライセンスカードもゲットしました。あちこ、続いてルイとルネとジョンはこの空中ブランコに乗ります。で、これもさっきと同じお水がちょっとかかるよっていうやつなので、どんな感じか見てみましょう。こちらくんがかけるそうです。あ、早い早い早い、めっちゃかけてくる。うわー、虹だ虹、気持ちいい、冷たくて気持ちいい。水着でよかった。めっちゃかけてる。やっと乾いたの。結構濡れてる。頭めっちゃ綺麗。ルネもルネもめっちゃ綺麗。ダイオフみたいな。本当だ。ジョンマンだ。ビーハッピー。来てらっしゃい。来た来た来た。結構高い。え、これこうやってやってたら早く。あ、涼しい。気持ちいい、マジでいいわ。ジョンマンだ。キューした。ジャンプ、あ、ジャンプちっちゃ。もう一回ジャンプ、いいよ、ジャンプちっちゃ。多分もうモネちゃんの中では特大ジャンプしてんだろうね。かわいい芝生とモネ。あ、ジャンプちっちゃ。またそれじゃん。すごいね、ここの本格的すぎて。ガチバイクじゃん。ルイとルネできるのか。朝もでかい。すごいすごい。いや、いいね、こんな乗り物乗れんの。せーの、グッ。さあ、本番です。本番のこの大きめのコース。それでは、今日は大人の人にかっこいいところを見せるの。せーの、エイエイオー。おー、
いったいった。お兄ちゃんもカメラにっこりで行ってきてください。にっこりー。どうぞ。せーの、はい。はい、いい、猫背すぎない？いいね。うわー、ルネベスパ乗ってそう。すごい。ゆっくり、上手上手。頑張り。それでは最後まで頑張って走ってくれたスプライダーに大きな拍手をお願いします。イエーイ。頑張りました。じゃあ、Aライセンスです。上手に乗れました。ありがとう、来てくれて。よいしょ、ありがとう。え、これピンとかもあるの？あ、ピンもあるよ。タラーン、チクタクトレイン。これはモネも乗れるやつだね。そうだね。来た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 。イエーイ、モネ。バイバイ、ルネバイバイ。モネちゃん、バイバイ。バイバイ。はい、ということでプッチタウンでちょっとお昼休憩します。おお。めっちゃビビってんじゃん。いやー、涼しいね、ここ。涼しい。ちょっとご飯を注文したので、はい、こちらを食べながら、あとスイーツも注文したので、はい、それを食べながら涼しんでから次のアトラクションに向かいたいと思います。はい、ここした特別に別の店舗から持ってきたものになります。へ、すごい。ブラグの花火ピザですね。花火ピザ。こちらがブンブンのパンケーキ屋さんです。かわいい。一番テンション上がってる。ちゃんと蜂になってる。羽でさ、本当だ。体で。ミシミシ。かわいい。さあ、そろそろ食べよう。すごいすごい。すごい。いきます。すごい。待って、それ食べたい。これ？これ食べたい。中もあれよ。え、これを入れるんだ。サイダー入れるって。入れたい、入れたい。うわー、出てきたー。うん、おいしい。かわいい。めっちゃ涼しい。わー、初めて見たね、こんなの。見て。おー、すごい。自分でトッピングしたの？どうぞどうぞ。こんなさ、子供が楽しめるメニューあの最高だ ね。じゃーん。私はこちらのすだちの冷しゃぶうどんをいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。さっぱりしてて美味しい。あと、はい、インフォメーション。このインフォメーションセンターに来ると、じゃーん、はい、ベビーカーを持ってきてなくても借りて回れることができるってことですね。すごい。ベビーカーを貸しますか？はい、お願いします。回ることができる。起動しようと思ってベビーカー持ってこなくても、うん、ちょっとやっぱ寝ちゃったとか、そういう時。確かに3歳4歳で一番なんか微妙な年だからね。乗るのか乗らないのか。ここはおむつ忘れちゃったりとか、うん、離乳食とかそういうのも買うことができる。あ、ここに書いてある。ミルク、離乳食、あとベビー飲料、ベビーカー、女性用品とか。あ、本当だ。すごい、ね、おむつとかお尻拭き。うわ、お尻拭き結構忘れちゃう。うわ、忘れがちだもんね。ベビーカー用のレインカバーとかもある。哺乳瓶まであるよ。哺乳瓶もあるの。すごい、すごいね。ここのプッチタウンセンターっていうのが、はい、0歳から1歳の赤ちゃんがハイハイできるところとか、うん、赤ちゃんの休憩スペース。お、すごい。なんか広、最高の休憩スペースじゃん。一番嬉しそう。いいね。涼しくていいね。夏とかもみんなここで休んだ方がいいよ。
いつまで遊んでるの、モネで。ずっと遊んでる。自分にピーした。さあ、モネ、免許証作ります。モネ、座ってやってる。かわいい。ここにもうちょっとモネが映ってる。ひょってどうやって書く？押さえて。オッケー。はい、ここ見て、ここ見て。チーズ、チーズ。うわぁ！かわいい。うん、いい。いいね。じゃあこれでアピールします。キレ顔でいいわ。キレ顔でいい。こんな感じで。ありがとうございます。いいね。見せて見せて、カード。できた？免許証じゃん。ほら、やったね。切れた瞬間の顔。いいじゃん。ね。はい。ということで。こちら。スパ。ザスパ。あ、一口きて。何もう中知ってんの？知ってるの。でもめっちゃおしゃれだね。ね。見てこれ、すごい。これでも去年できたばっかりだから。新しいんだね。そう。すごい。うわ、めっちゃおしゃれ。こんな家住みたい。ここに貯金とかもあって、うん、でここのスパは日帰りで利用できて、レースを見てる人とか、うん、まあ鈴鹿サーキットパーク、うん、もちろんホテルに利用してる人もみんな使うことができる。すごい、泊まらなくても使えるってのがいいね。だから遊園地で今日みたいにもうめっちゃ暑くて汗かいて、うん、これから汗だくで帰るとかそういうのがない。確かに。ここで汗を流していける。ね。中を。はい、え、靴箱？そこ。わー。わー、すごい。しかも見て。ダイヤとかさ、ちゃんとした高いいいやつ。思うのが、なんか赤ちゃんいても、うん、こうやってほら、あ、あるね。おむつ台、着替え台みたいなのもあるし、うん、すごい、全部揃ってんじゃん。綺麗になんかちゃんとされてて、安心だね。おしゃれ。なんかちゃんと露天風呂もあります。ね、天然温泉だからね、ちゃんと。天然温泉なんだ。そう、こっちがぬるま湯で。子供とかが、ね、入れる温度ってことだね。暑くて早く出たいとか言われなくていい、ね、確かに。子供でものんびり入れる。でホテルを利用してる人だと少し長く、うん、11時がラストですよね。そうですね、11時までが入れるから入れるんだ。ホテル利用してる人だと少し長く入れる。うん、うわ、絶対気持ちいい。あと、ここさ、うわ、すぐに座る。そうだね。全てが超おしゃれだ ね。このなんか緑に囲まれてる感じがさ、いいよね、うん、さあ、次は夕食ですね。はい、お花がすごいね。めっちゃ可愛い。ね、この道が、あ、ピンクの傘ですか？虫。すごい、本格的だね。ねえ、おお、ローストビーフだって。これ食べたい。食べたい。本格的だね。本格的の意味分かってる。新鮮なサラダがいっぱいあります。超美味しそう。茶碗蒸しとかカルパッチョとかがありますね。美味しそう。これが夏野菜のオーブン焼きです。で、ちゃんと和食のご飯も結構豊富にあるので、なんかおじいちゃんおばあちゃんと一緒に来るとかそういう方でも全然みんな美味しく楽しめる。三重県産、すごーい。え、めっちゃ楽しそう。ハンバーガーの作り方、焼きそば、オムライス、キッズカレー、すごい。子供が好きなものエリアですね。レイ見て、自分でハンバーガー作れるやつがあるよ。うん、わかんないけど、こっちの高さより、うん、低くなってて、子供が取れやすいようになってる。
子供用サイズになってる。マリネたちもチーズの後に何やろうか。ルネの上手。ルネのは？ルネのも上手。ちっちゃいルネの。ね。これめっちゃ楽しいね。ね、いいね。こんなの初めてじゃない？見して完成した。てるーん。はい、ルネの。てるーん。これがモネが食べられるご飯。うん、用意してもらったので食べようか。いただきます。いただき、早っもう食べてる。日焼けして顔が真っ赤だよ。みんな真っ赤みんな真っ赤。いただきますイエーイ、ステーキだ。待って、超美味しい。え、さっきのシェフが作った美味しい。え、ママも食べたい。パパとママ後で取りに行くから。はい、いいよ、後で取りに行く。こうやって用意してくれるとか、ね、小さいお子さんがいるご家庭がみんな、うん、すごいね。めっちゃいい。もう大体ね、子供とかやってる間にもう大人が食べれるのずっと。ホテルに入るシーンを載せれていら待って載せれていなかったのでちょっとここで載せますね。ちなみに今回泊まったここの部屋とは別に鈴鹿サーキットホテルウエストサーキットキッズルームっていうのもあります。ここは素足で過ごせるクッションフロアや角がない家具などキッズベビーも安心して過ごせる部屋です。おお、ほら2階すごい。どうなってんの。ソファーもあるしテレビもある。おお、しかも勉強するところある。しかも、うわ、勉強できんじゃん。で、これはさっきのレースのところのコースの形だよ。え、そうなんだ。うん、私たちはさ、うん、家族が多いから、人数多いから、うん、ホテル泊まったりすると結構選ぶけど、うん、ここはすごいな。余裕でみんな泊まれんね。こんだけ圧迫感がない、開放感がある。確かに。はい。はい。わあ。見て。これ思い出にお持ち帰りくださいだって。かわいい。かわいい。じゃーん。あ、ここになんか飲み物とかあるんだ。すごい。無料で飲めます。鈴鹿のかぶせ茶。三重のお茶ですね。おしゃれだな、ね、ちゃんとこういうポットがあるからミルクも作れるしイロハスも、はいはいはい、ただ